カブトム死んじまったよ。てか今日の朝死んでたわ。ちょうど。最後の一匹、オスの一匹がさ。で、多分卵産んでると思うんだよな。早かったな、今年死ぬの。あの、取った時期が早かったじゃん。7, 7月の頭ぐらいに取ったから、ま、2ヶ月。ちょうど8月31日で全滅しちゃった。前はさ、7月の終わりに取って9月の15日ぐらいまで来たんだけど、だいたいやっぱ1ヶ月半から2ヶ月ぐらいだね。カブの寿命は。 クワガタ生きてるよ、ちなみに。やっぱカブは2ヶ月生きん。ほんとに。7月、ほんと初、初週にとったから、ジャスト2ヶ月ぐらい。はは、相川翔切れそう。相川翔のカブも死んでるぞ、多分2ヶ月ぐらいで。いやーでも冬越すのは難しいって言ってたわ。 大熊方はね、二、三年生きるって。すげえ悲しい死に様だったよ。干からびて上向いて、あの腹見せて死んでたわ。それに見送られながら今日野球行ったわ。死んじまったなって。ちょうどぴったし、31日で死んだ。